どうもー、最近ワウフよく使っております西久保アナでーす。どうも、最近サイクロプスをよく使っているサネシゲです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。サネシゲさん、まだサイクロプスなの？今最近もサイクロプス。あ、そう、また原点回帰みたいな。なんかあの今ブルードラガールズがめちゃくちゃ多いじゃないですか。はい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 。だから大型進撃に強いサイクロプスをリーダーで今使ってて。へえ。しかもキメラも多いから裏はホワイトドラゴンとかでやってる。あ、え、サイクロフォアドラってこと？そう、結構調子よくてそれでやってたりします。この槍はまさか、はいはい、お、気づきました。ああ、そうなんですよ皆さん、8月もですね、白ドラに新キャラが登場いたします。その名もポセイドーンでございます。大丈夫。ポセイドーンですよ。ドーン、ドーンです。早速ポセイドーンに登場していただきましょう。はい、入れよポセイドーン。ポセイドーン、はい、出ましたね。ポスポス、はい、出ましたね。ハマッチ。さあ、ということで、新キャラポセイドーンでございますけれども、こちらですね、下関フクロウさんにボイスを担当していただいております。はい、なんかすごいいい感じのこのポセイドーン。いや、合ってるのよ。ありますよね、ポセイドーンに合ってる、合ってるよね。まあユニークというかチャーミングな感じもね、愛嬌があるというかね。ポシポシポシ感じですよね。はい、フェスでもね、もう発表されてましたから。ですよね。もう見た目に関してはね、結構待望だったっていう人もいるんじゃないですか。そうですね、結構ね、ツイッターとか、まあ、SNS ではね、はい、いつ出るんだいつ出るんだって声を上がってましたね。うん、まあ、その槍に寄せてきたって感じなのね、さっきの西久保さんの槍は。あ、これ、はい、気づきました。めちゃくちゃ一生懸命作ったね、これ、はい、すごい、まあ、だいぶ雑に見えますけど、それ。いやいや、もうどんだけ時間かけて作ったと思って見せてよ。じゃあその絵の部分とか何でできてんの？え、下の方とかさ、絵の部分よ。うん、おうち掃除するやつだいぶ雑じゃないですか。裏の部分とかどうなってんの？じゃあ後ろ、アマゾンもう5分で作りましたみたいな感じじゃないですか。いやいや、もっとかかってっから。もうそれぐらい、はい、こういうの作りたくなるぐらい楽しみだったのよ。ということで、ポセイドーン、果たしてどんなキャラなのか、はい、早速いきましょうか。ポセイドーン、はい、こちらでございます。はい、出ました。こちら、はい、コスト5の大型進撃ですね。おー、でかいね。砦でも攻撃すると。大型ですね。で、射程は見ての通り中距離全体っていうみたいな。はいはいはい。今スキル出ましたけど、まあ、性能については後ほど詳しく説明しますので、はい、スキル名トライデント。トライデント、水の槍で地上と空に広範囲攻撃、はい、最大3本、敵を倒すたびに1本増加、レベルアップで発動中の攻撃力が増すというようなスキル説明になってるんですけど。なるほど。これね、見てもらうと分かるんですけど、本当にね、範囲が広い。結構広いですね。遠距離攻撃のね、このリリスの本体にもダメージ入ってるのが見えるんですけど、結構広いと。で、この頭上にある槍のマークがね、3つありますね。はい。あれが強化状態になるんですけど、スキル発表すると。それで行える残りの攻撃回数を表してるって感じなんですけども、これもまた詳しくちょっとね、説明しますけども。はい。まずはこのね、こう強化状態中の攻撃ですね。いや、これはド迫力やし、結構な威力でしょ？だと思いますね。結構な威力プラス範囲で。なるほど。この後これやられモーションもなかなかいい感じのチャーミング。いい、ね、スキル攻撃みたいに今見えますけど、あのボシャンって出てるのが、ね、あれ要するに自己強化してるスキルなんで、なんていうんですかね、はいはいはい、強化中の攻撃が全部あれになるっていうか形なので。あ、そういうことですか。はい、スキルが発動すると攻撃力が上がったり、あのダメージ軽減があったりとか、はい、あとは射程がすごい長くなって、地上にも空中にも攻撃するみたいな、モリモリになるっていうようなスキルです ね。言ってみると、あのレムの鬼化とかに似てるかもしれないですね、イメージ的には。ああ、そっかそっかそっか。普通にもうそのままその後の攻撃は全部キャシャンカシャンってなりますからね、あっちもね。そんな感じのイメージで言ってもらえると分かりやすいかなっていう感じなんですけど、はい、あの跳ね返しとかコーラスピンとかは無効ですね、レムとかと。ああ、そうなんだ。基本的なところはそんな感じですね。
続いて初心者の方にもねすぐに実践できるおすすめの戦い方を紹介したいと思います。こちらですね、先ほど槍のマークについて少しお話したんですけど、はいはいはい、この残りの回数を表してるんですけども、実は敵を倒すと1回復するっていう性能になってる。本当だ、減ってない。はい、なのでこういうゴブリンバイクとかのコブリンとかね、あの一撃で倒せるような相手はすごい格好の相性がいい。あ、ずっとやってますね、トライデント。そうなんです。ただ1回で何体倒しても1しか回復しないので、そこは注意ですね。あ、なるほどね、はい、あとは迎撃キャラ、こうワウンとかはもう勝手にこのポセイドーンに寄ってきてくれるんで、はい、どんどんスキルが当たると。確かに強化攻撃バンバン、はい、そう、強化攻撃で倒してまたあのスキルの攻撃回数が増えるみたいな感じになるので。あー、いいですね、なるほどね。あとここ今クイーン B に当ててるんですけど、実は麻痺の耐性がありまして、はい、ほとんど麻痺にかからない。あ、なりづらいんだ。はい、なのでクイーン B とか今うち出てるキラー B とかに対してはあの当てて切ってもいいのかなっていう感じですね、うんうんうん、キラー B もこうやって寄ってきてくれるんで。そうですね、こうやってね、どん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 強化攻撃が範囲も広いし、はい、これで結構本当なんか横にもちょっと範囲広いですね。そうなんですよね、そこはもう上下も割り切れできるんで、うん、混乱体制なんかもあるみたいですね。あ、本当。はい、お次はですねポセイドーンのお着替えをご紹介いたします。うわ、出ましたよ。わ、すごい。これまで4種類しか出てないですけど結構いいですね。そう、派手やな。左上が和風って感じのね、和風のシリーズでしょうね、はい、で左下のやつは海賊シリーズも、あれも結構いろんなシリーズある、キャプテンみたいな感じですね、はい、右下は多分暗黒シリーズじゃないかなと思うんですけど、はい、右上いいですよね。いや、右上この夏めちゃくちゃこれにしたいわ、ね、あのサーフボードいいな。サーフボードとかも、まあ、シャークとかもサーフボード持ってたりするんで、はいはいはい、結構合うかもしれないですね、合わせていいですね。はい、マーマンとかもいいでしょうし、やっぱ水のキャラって結構いますもんね。いっぱいいますからね。だからマーメイドとかも合いそうだし、はいはい、だからそれでなんか防衛組んでみたりとかしても面白いです。あ、コンセプトでね、軍団バトルとか やってみたいわ。ねえ、なかなかいいお着替え。これ以外にもいくつかお着替えあるので、楽しみですね。はい、ゲーム内で確認してもらえればと思います。さあ、ここでサネシゲポイント。見ていきましょうか。これ気になる、まず空に対しての攻撃なんですけど、はい、これ通常攻撃ではね対空ないんですけど、はいはいはい、まあ、そのスキル発動中はさっき言った強化状態中の攻撃はもちろん当たると。で、なるほど。しかもこの強化状態中であれば空の敵もちゃんと感知して攻撃してくれるので、まあ対空ありになる、地空同時の対空ありのキャラになるみたいな風に思ってもらったらいいですね。なるほどね、はい、あ、これはでも今下にいる、なんだろう、ラジコンに反応して攻撃始まったけど、強化攻撃中はもう上に、上も余裕でいいかと、ね、これが地球同時が分かりやすいかなと思うんだけど、地上にも空中にも同時にダメージが入って、はい、しかもあの範囲ですよ、下のバトルバルーンも本当だね、バルーンたちが形なんで、はい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 、かなり範囲は広いと。あとは強化状態といえば、状態解除のスキル気になると思うんですけど、ケルベロスとかゼウスとかね、はい、今実は噛みつき入ってるんですけど、まあ、解除されない。別に解除されてないですね。あ、ゼウスの雷もこれ、あ、本当だ、解除されないという感じで、まあ、これは使用っていうことですね、うんうんうん、はい、だからまあこのね状態強化が強いんで解除されるとね、そうですね、これされてしまうとね。でポセイドーン、これ海の神です。あのブルドラガールズとかブルードラゴンとか、その、はい、水系の攻撃級ですよね、あに対しては実はダメージの耐性が持ってる。なるほど、そのあたりはあるんですね。今もうほんとブルドラガールズ多いんで、はい、その前線まで引き込めればね積極的に当てていけるんじゃないかな。そうですね、まあ、ちょっとその前線引き込むまではちょっとそうです、やっぱりあれ難しいんですけど、ダメージ耐性がありますから、はい、まあ遠目からでもね広範囲でいけたりとか、はい、あとこのチビブルなんかにも耐性あるみたいな。でも雨雲でね、まあ水っても、ね、はい、はい、いかがですか。かなり結構情報量あるね。でしょ、楽しいキャラですねあの強化状態中のさ解除条件分かりました、西久保さん見てて。解除条件、うん、あ、ずっとちょっと気づいたよ、さっきなってないじゃない、なってなった。あれちなみになんですけど、はい、
あれ、まあ、普通に、トライデントやります、はい、で近くに敵がいなかったりしたら解除されてましたよね。 そこがそうなんです。実は攻撃しないで約4秒ぐらい経つとトライデント状態が元に戻っちゃうんですね。なるほど。あれ強化攻撃を発動しなかったらってことかな。そうですね、要するにそういうことですね。なんで対処する側としては強化状態の攻撃をしないようにさせないように待っているっていう、なんかまず一個の作戦でしょ。なるほどね。使ってる側からするとその強化状態が途切れないように、はい、常に相手にキャラを出させるようなこう圧をかけていくと。あーってことはもう砦選挙と一緒にこう出していくのいいんじゃないですか。そうですね、もうそうするとね相手からしたらキャラ出すしかなくなるので、はい、でそれ倒したら槍のマークがまた1回復するでしょう、はいはいはい、そうするともうずっと延々槍の強化攻撃が続くと。なるほどね。いうようなあれパッと見もう剣士はもう一撃っぽかったんですね。まあ一撃でしょうね、さすがに剣士クラスであれば、ね、ってことはもう防御力が低い系のキャラは出さない方がいいね。そうですね、だからこう防御耐久が高いキャラで3回まず攻撃させちゃうっていうのも手ですよね、はい、うん、だから使い方も結構頭使いそうな感じはしましたね。面白いキャラですね。性能もそうだ。あれトライデントの発動に関しては、はい、別に範囲外から発動するわけではなくてちゃんと目の前に敵がいて攻撃をするときにってことですか。そうなんです、そうなんです、そこ重要じゃないですか、はい、そうなんです、まさにそうで、ターゲットがいないとスキル発動しないので遠くから出せればいいっていう感じじゃないですね。なるほどね、はい、遠目のキャラ、遠目に流れてきたキャラでスキルを発動させて強化状態にさせといてからまあ、前線に送るみたいなことはできるとは思いますけど、はい、なるほど。あと範囲がすごい広いんで、はい、後方のターゲットでスキル発動させて後ろの方から広範囲を当てるみたいなこともできると思います。あーなるほどね、はい、だからいろいろな使い方ができそうです。前線ただの前線キャラではなさそうです。確かに砦裏も結構届いてましたもんね、はい、だいぶ届きますよねあれね、まあ、預金庫なり亀なり、はい、ああいうちょっとね、まあ、ずっと砦の裏にいられたら厄介なキャラたちもトライデントでっていうことですから、うん、上下もだから届くから一点突破じゃなくて、まあ、面で攻める直線っていうよりかはこう四角くいんですよね。西久保さん苦手じゃん面で攻めるの。あもう嫌い、ね、すごい苦手だよね。だからそういう面の攻め方とかも強いかもしれない。クイーンビーみたいな。いやじゃあもう自分育てるしかないじゃん苦手だからそこをフォローしてくれるかもしれないね。そうですね、確かに、はい、トライデント、あもうこれは欲しいわ。人気出そうですよね。そうですね、もうキャラのね、うん、あの顔の感じとかねちょっと人気出そうな感じですね。はい、まあ、いろいろ見てきましたけど、はい、西久保さんどうでした。いやあんな派手な攻撃ないよねまあ派手な派手ですよね本当に。いや派手なっていうかだってあれ結局その3回っていうねトライデントしましたで、はい、槍3つですって言ってるけどその3回はもうとにかく連続で、まあ、他の大型キャラでいうスキル打ちまくってるようなもんでしょ。そうですね、はい、3回でしかもそれで目の前に敵がいてとかでやっつければもうあれが減らないじゃない。エンドレスでスキル打ち続けるようなもんじゃんまさにそうなんだよね。そうじゃん、めちゃくちゃすごいことだと思いますよ。その状況に持っていけるかどうかっていうのが結構やっぱプレイヤーのテクニックが、ね、そうですね、出させる相手に敵を出させるというね。そこやっぱりサイクロがビームずっと売ってますみたいなもんやんかそんなそうなんですけど、うん、はい、そのあたりがね、はい、いやちょっとすごいなと今すぐにでも使いたいなというところです ね。そうですね。ボボボボボセイドーン、はい、再び登場しましたけれどもポセイドーンでございます、はい、こちらコスト5の大型進撃キャラクターですね。これ久しぶりの多分前線張れる大型進撃なんで。あ前線張るか、うん、結構やっぱり遠距離系の大型とかさ。そうですね、多かったじゃないですか、はいはい、バルーンガールからこう、うんうん、続いて、なんで久々にこういうなんかガツガツで前線張れそうな大型っていうのがなんか環境を変えそうだなっていう気がしましたね。確かにな、だから楽しみです、はい、そうですね、そのあたり楽しみですね。
さあ、改めまして、シロトドラゴン新キャラポセイドーンはですね、8月1日から双子のアバタマに登場いたします。お楽しみに。ポセイドーン。さあ、というわけで新キャラポセイドーン登場が楽しみだよという方いらっしゃいました、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もですね、西子じゃんけんの時間がやってまいりました。またやってきちゃいました。本当に皆さんお待ちかね。はい、待ってんのかね これみんなね。いきます。西久保じゃんけん、じゃんけんポン。ありがとう、バイバイ。もう笑いが止まらなくなってきたね。自分で。